こんにちは、今日も、ガートレックスさんで、エアガンシューティングをしています。今日は、PPS の、記録を取っていきたいと思います。いつものコンシールド、いつものハイキャパ UR、こちらの方で記録を取っていくんですけども、合わせて新しくこのコルトガバメントシリーズでも打っていきたいと思います。こちらは、コルトガバメントの、カスタムバージョン、ナイトウォーリアーという、モデルなんですけども、ちょっとあの私のホルスターにここに本来は20ミリのレールがついてるんですけども、ちょっとそれがついてると、ホルスターに収まらなかったので外してしまいました。で、グリップもこういうね木目の、木グリをつけて、ちょっとね、菅場って感じなんですけども、ちょっとこれで打っていきたいと思います。はい、まずはハイタッチから始めていきます。はい、ファースト 1.63 セカンド 1.6 はい、ラスト 1.58 8だね。はい、以上です。じゃあ銃を持ち帰って、今度はハイキャパ DOR の方から見ていきたいと思います。はい、ファースト 1.61 セカンド1.61 はい、ラスト 1.58 変わんない。はい、以上です。はい、次はチェックです。はい、では始めていきます。はい、でいきます。ファースト 2.11 はい、セカンド 1.99 はい、ラスト1.96 はい、じゃあ次は銃を変えてハイキャパ DOR で撃ってきます。はい、ファースト 2.07 はい、セカンド 2.04 はい、ラスト 2.02 でした。はい、以上です。はい、次はカーボイストリートです。
行きまーす。はい、ファースト。2.27。外しちゃった。はい、セカンド。1.99。はい、ラスト。1.86 です。はい、じゃあ次はデュアルの方で行ってみたいと思います。ん？大丈夫か？行きます。はい、ファースト。1.94。はい、セカンド。1.92。はい、ラスト。1.95です。はい、以上です。はい、次は LR です。まずはガーメントから始めていきます。はい、ファースト。2.27。はい、セカンド。2.25。はい、ラスト。うそ。2.87。はい、次はハイキャパ DOR でやっていきます。いきたいと思います。はい、いきまーす。はい、ファースト。2.29。はい、セカンド。2.17。はい、ラスト。2.20でした。はい、以上です。はい、次はアウトレンジです。まずはガーメントの方から始めていきます。はい、いきまーす。はい、ファースト。2.57。はい、セカンド。2.92。 はい、ラスト。 2.88 でした。いや、やっぱ冷えに弱いな。はい、ではハイキャパデュアルでいきます。はい、ファースト。 2.46。 はい、セカンド。 2.34。 はい、ラスト。 2.44。 はい、以上です。はい、ラストは、こちら、12月のお題ダブルスラッシュになります。ちょっと非常に、いやらしい配置になっています。ではガーメントの方から始めていきます。
い、でいきまーす。ファースト。2.76。はい、セカンド。2.38 とかな。はい、ラスト。2.76 でした。はい、以上です。続きまして、ハイキャパ DOR で内容サーメンをしていきます。綺麗に決まるかな。はい、ファースト。2.69。はい、セカンド。2.59。はい、ラスト。2.62でした。はい、以上でした。下噛んじゃった。はい、以上です。あとでちょっと集計してみたいと思います。はい、ただいまの結果です。ハイタッチが、ガバメントが481、ハイキャパが480、チェックがガウメント606、ハイキャパ613、カーボーイストリート612の581、LR が739の666、アウトレンジが837の724、最後ダブルスラッシュが790の同じタイムで、トータルでガバメントが 40.65、ハイチャパが 38.54 という形になりました。ちょっと、この、ガバメントなんですけども、やっぱいつも使っているハイキャパと違ってシングルカラーのマガジンなんですけども、だいぶちょっと冷えに弱い感じがします。で、あと、意外とやっぱそのガスの量が少なくて、ちょっとそれでびっくりしちゃいました。普段使っているハイキャパだともう、PPS だと2ゲームぐらい普通にできるんですけども、途中でもガスを補充しないとダメみたいな感じになっちゃいます。で、また冷えにもちょっと弱くて、ちょっとその辺、機嫌を取るのがちょっと難しい感じがしました。ただやっぱりこの、握った感じが非常に、グリップ細いので、非常に、打ちやすかった感じがします。で、片や、いつもの、DOR なんですけども、アンリミテッド以降ちょっと調子悪くって、一回、ちょっと分解整備してやっとちょっと調子良くなったので、本来の性能が発揮できたかなって思いました。はい、今回はこんな感じです。はい、また、企画を考えて動画アップしますのでよろしくお願いします。はい、今回はこんな感じでした。それではまた。